はい、富谷沢です。マサです。連載でお送りしておりますカメラ初心者講座、今回は一脚編をお送りします。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。マサです。この前ね、初心者講座三脚編をお送りしましたけれども、はい、まあ、その時にもちょっと一脚も一緒にやっちゃおうかなって話もあったんですけど、一脚は一脚でまた奥深いというか、はい、種類がたくさんあるので今回独立してお送りしようと思うんですけれども、はい、一脚使います？たまに。たまに。どんな時？そうですね、イベント撮影なんかで、うん、まあ、望遠レンズ使うけど三脚立てられないようなスペースの時とか、あとは、舞台の撮影の時とかで、客席から撮らなきゃいけない時とかに、やっぱりカメラを置くために使ったりします。まあ、実際これぐらいの、ね、はい、時期で成立させなきゃいけなかったりするんで、はい、そうするとやっぱりなかなかね三脚ってわけにはいかないですからね。はい、私なんかはあれですね、自分自身っていうことじゃないんですけど、はい、サーキットというレースクイーンの取材で行くと、はい、レースね、車撮ってらっしゃる方やっぱこうやって流し撮りっていうのが基本になってくる、はい、やっぱり一脚じゃないとできなかったりするんで、はい、そういう時によく見かけますけどもね。はい、まあ、一脚使う理由としてはやっぱりそういう望遠レンズの手ぶれ防止だったりとか、うん、その流し撮りの支柱だったりとか、うん、あと、まあ、狭い時場所での、そのカメラを置くスペースとして使えるとかですかね。うん、まあ、そんな感じですかね。はい、で、まあ、今回は我々の手持ちのものをちょっと用意したので、ちょっと広い価格でお送りしておりますけれども、はい、まずマサさんから言って、はい、まあ、せっかくなんで一番王道のからいきましょう。はい、これですね、一脚って言ったらこれスリック、はい、っていう感じでなってます。自分の人によってはこの上に普通に雲台乗せてる人もいるんですけど、はい、まあ、雲台とかってちょっとたまに、うん、望遠レンズだとウニョウニョしちゃうんでもう自分はもうウニョウニョさせたくないんで、はい、もうここにベルボンさんのクイックシューをつけて、もうこれでやってますね。これで。なんか角度調整はできなくなっちゃう。そう、角度調整できないんで、うん、まあそこはちょっと。あ、そうなの。これで、これで。これで。そうやる人が。もう、どうしても下欲しかったら外して撮るか。あ、まあ確かにね、ボールがついてるとね、はい、まあ、ちょっと回っちゃったりする時もあるので。いや、カクンってのはやっぱ、なんて。で、まあ、雲台の強さもなんですけど、やっぱ足の強さも大事だったんで、うん、前これより二回りぐらい小さいの持ってたんですよ。けどやっぱりそれだとなんか費用はだったんです、うん、やっぱ安定感を求めてこのでっかいのになりました。あと持つところが太いっていうのもね、結構安定させるのはいいですよね。しかもこれゴムなんですよ、うん、なんで汚れとか気にならないというか、スポンジよりは。あ、そうなんだ。本当だ。俺が前持ってたのはスポンジでした、はい、なんかやっぱスポンジの方が確かに柔らかくて持ちが絶対はいいんですけど、うんうんうん、なんか滑り防止ですし、あと過酷な現場でもこれだったらいけるかなっていうのを思ってます。スポンジはね、年月だと剥げてきますっていうのもあるんで、この子なんで結構どういう現場でも使える子ですね、はい、なるほど。じゃあ次がですね、ちょっと変わり種なんですよ、はい、ソニーさんが出してる足がついた一脚これでももはや三脚な感じがしますよね。でも三脚というかスタンドみたいですよね。あ、こうやって伸びてスタンドだね。マイクスタンドみたいな感じ。ああ、そうですね。結構安定感もあっていいんですよ。で、自分なんかだとその一脚としても使ってたんですけど、たまに外の時とかにこれにストロボつけてスタンド代わりにして、ね、撮ったりなんかできたり、ロケの時はこうやって撮ってて、でちょっと下にちょっと待ってって言ってストロボ乗せて、そういうオフカメラで撮ったりっていうのができたりします。で、その後から知ったんですけど、この子実はもう一個顔があるんですよ。よいしょ、トランスフォームしますここが外れて、こうすることで、テーブル三脚にもなるっていう。確かに。最近なんでこれに矢沢さんから売っていただいた FDR をつけて、テーブルに載せたりとか、いろんなところに置いて撮るってことができたりしてます。結構便利です。やっぱり三脚じゃねっていう気もするけど、まあ
こうするとほら普通の一脚なんで。まあね、こっちはもうさっきのスリック全然小さいっていうか細くなりますけど、はい、小型で、ね、はい、小型なんで、まあ現場を選ばない、うん、さっきよりさらに小さいんで、うん、ちょっとした隙間に入ると思います、この子たち。なるほど。っていうので軽くて便利です。ただまあその分耐久性がないので、うん、奥カメラを選ぶ。なので、あの望遠レンズ乗せて振り回すってことはちょっと厳しいかもしれないですね。まあ、小型でしょうね、はい、っていうのが2個目です、はい。じゃあ今度私が、はい、私の場合はやっぱりあの大きめなんですけど、はい、これはリーベックさんから出ているあの動画用なんですね、はい、こういうハンドルついてますけど、こういうね、はい、パン棒がついてますけど、かなり足も自立型で大きいですよ。これが僕欲しかったんですよ。真似っこして買ったでしょ。はい。あれ買った理由もこの何ですか、自立型としてしっかりしたもの欲しいなと思って、うん、見つからなかったんであれ買って、で矢田さんに教えてもらってこれであってすぐ一目惚れして買いました。だいぶ遠回りしましたね。はい、これもね、こうちゃんとグリップゴムになって握りやすいんですよ、はい、でやっぱ何よりもね、この足元のこれをカチャンと押すと、はい、可動域が一気に広がるんですよ。こう、はいはいはい、ぐーっとこんな倒れちゃう。この可動域あるって、今まで2つできなかったことがこの子はできるっていう。しかもこれが足をポンと腰に戻る、はい、で同じような自立型のね、はい、一脚でマンフロットさんからもこういう同じように可動域が変わるやつがあるんですけれど、はい、マンフロットさんのやつは手でやんないとダメなんだ、こうやって。あ、じゃあしゃがまなきゃいけない。そうだから今これ低いですけど、はい、立つ位置でね、はい、取っててこれで一気にしゃがまなきゃいけないってなると結構しんどいっていうか、安全的にどうなんだっていうのがあるのと、我々がやっぱり一脚を使う場面っていうのは三脚が使えない場面なので、ということは意外とまあカメラマン同士が密集しているとか、さっきの舞台の話じゃないですけど、パーソナルスペースがやっぱり限定されている。でそこでやっぱり体を上下させなきゃいけないっていうのは結構難儀なんですよね。なのでこれがもう立っては座ってはこうやってポンとやることによって、こうやってね、もう動きが変えられる、安定させられるっていうところがいいのと、あとやっぱりですね、あの自立型のいいところっていうのは、例えば複数カメラを使うとき、まあ、もちろん座ってるときはここにねブラケットをかませて2台乗せるってこともできなくはないんだけれども、まあ、なかなかそうもいかないときにこれ立てておいて、まあここから場を離れるのはさすがに厳しいですけれども、はい、自分がこうやってね、膝の上、膝の間に置いておく状態のぐらいにしておいて、もう一個は別のカメラでこうやって撮っておいて、また肩にかけるなり置くなりしてこうやって撮るっていう二刀流ができる。これなかなかその自立型じゃないやつだったとすると、はい、結構ね、そうですね、噂の、もう肩にもうこうやって引っ掛けるから、はい、引っ掛けて、でもちょっと高さが言いますね。基本はなんかこうして持ち替えてこうですね。怖いじゃないですか。怖いね、怖いです。それはやっぱりこれで、ね、はい、安定してやれるっていうところで。うん、あと自立型の中でも、このリーベックさんは足が大きかったんですよ。大きいね、これね。さっきちょっと名前出たマンフロットさんのだと、もう二回りぐらいちっちゃくて、うん、ちょっと安定感っていう意味では、なんか自分の望むあのクオリティではなかったので見送ってたんですけど、矢田さんにこれ紹介されて、足がしっかりしてたのがやっぱ自分の中で買う決め手でした。うん、そうですね。はい、これも畳んじゃえばね、普通の一脚にもなるんで、まあそういった点では 2way っちゃ 2way かなっていうのがありますけれども、あとね、ここに紐もついてるんですよ、このストラップでね、はい、紐っていうストラップですねこれでね、ちょっと自分にくくりつけておくことによって、より倒れる率を減らすっていうこともできたりするんで、そういった点では安心かなって。でもう一個あるんですけど、はい、で同じような自立型なんですけれど、これあのスタビライザーのメーカーでジウンさんから出てるやつなんですけど、はい、これはまあスタビライザー用って言っていいのかな。でこれ上にね、今カメラを外してありますけど、はい、こういうスタビライザー、普段はこれをこう閉じてこういうふうにちょっとこうやって撮るんですけど、はい、これ外せるんですけど、こうやって簡単に、お、ワンタッチで外せるんですね。ワンタッチで外せます。でこっちにもこっちもこういう風に見たんですよ。結構現場で使われてますよね最近。そうですね、自立型の一脚代わりでできるんですけど、足もこうやって閉じることができるので、そうするとまあこうやって持ったまんまこうやって、お、ドローンのような動きが、こうやってね高さ持って伸ばせるので、はい、こうやってね、こうやって持ち上げたりっていうこともできるし、パチンパチンこうやって置くこともできる、はい、そうですね、こういうスタビライザーってやっぱり
手ぶれを補正してくれますけど、上下の動きってやっぱり動いちゃうんで、こうやってしっかり固定して取れたら、きっちり固定したことができますよね。そうですね。これパン軸、ロール軸、チルト軸の3箇所が全部ロックかけられるんで、はい、このロックかけたまんまスイッチ入れちゃうとピーピーっていっちゃうんだけど、はい、完全に固定して、はい、あの普通にただ撮るっていうだけだったら、はい、あの普通に客側になります。ああ便利ですね。動画を撮るときには固定もできるっていう、はいはい、そういう点では便利ですね、はい。なので、まあ、一口には一脚と言いましてもね、用途によっていろいろと使い分けができますよという感じでございますかね。はい。どうですか、なんか一脚現場で使ってる人とかって見ますか。まあやっぱりさっき言ったそのサーキットでの流し取りの方なんかが一番自分の身近なところではありますけど、はい、あと自分自身も含めてそうですけど、まあ、具体的に言うと、まあ毎年夏場にある東京アイドルフェスティバルなんかがやっぱり一番大きいですかね。やっぱあの撮影スペースというかエリアが決められちゃっているので、はい、あまりあちこち動けないんですよ、はい。でやっぱりその決められたところでいいポジションを持ってないとみんな集まってきちゃうんで、はい、そうするとやっぱり三脚とか手持ちっていうのは逆に手持ちになるって、ね、はい、振り回すことになっちゃうんでカメラとか、はい、そうすると隣の人に肘がぶつかっちゃったりっていう風になってくるので、はい、そういう時にはむしろ一脚の方が逆に安定して周りにも迷惑かけない。だからずっとここにカメラがあるわけですから、はい、安心ですよね。あとそこに乗せて撮れますし、やっぱりスペ1個分のスペースが、そうなんです、いいですよね、うん。あとそうですよね、一脚あの何ですか、三脚とプラスアルファで持ってきますよね。あのちっちゃいんで三脚2個持ってくる。そうですね、まあ使い分けもできるってしますからね。基本望遠ですかね。うん、自分は望遠ですね。やっぱり望遠レンズじゃないとやっぱりちっちゃいやつだと、はい、ボディ乗せちゃうと縦位置横位置できなくなっちゃ う, そ, う、ね、そもそも、はい、うん、ですね。じゃあ運動会なんか、そうですね、一般の方だったらやっぱ運動会とかで重宝するんじゃないですかね。そうですね、使ってる方よく見ます、うん。やっぱそれもこういう一般のよりも自立型の方がじゃいいですかね。いや、いいと思いますよ。あのもう買われちゃった人はまああれですけど、はい、これからもしちょっといいんじゃないかって思った方はやっぱね、自立型とね、自立型じゃないのじゃ大違い、はい。やっぱ自立型ができるだけで強いですよね。そうですね、自立型は実際畳めば普通の一脚にもなりますし、であとまあ余談なんですけど、はい、あのカメラマンとして有名な渡辺達夫さんでいらっしゃるじゃないですか、はい、グラビアとかに限らずですけど、はい、撮られた大御所の方ですよ、はい。達夫さんなんかはやっぱりその一脚を使ってね、はい、スタジオでも使われてるんですよ、はいはいはい。その影響だと思うんですけど、お弟子さんなんかすごくたくさんお弟子さんがいるんですけど、はい、その人たちとよく現場で一緒になった時にはやっぱり師匠に習って一脚使ってる方多いですね。ああ、うん、そういうなんか望遠じゃない時でも、そうだね、サーキットなんかでもやっぱり使ってらっしゃる人いますね、はいはい。でそうするとやっぱり多蔵さんのお弟子さんだったりするんですよ、はいはい。だから自分なんかはやっぱりせっかちなんで、はい、あ、うん、やっぱりなんか一脚一致で高さ調整してるっていうのがなんかちょっとやっぱりワンアクション増えちゃって面倒くさいって思っちゃうんですけど、まあ、もちろんその分固定はされるので、よく我々が言ってる打率の話につながってくるんですけれど、うん、まあそこでちょっとでもブレを防ぐっていうこともできるし、うん、でも私なんかだとそれだったら枚数で保険をかけていった方がっていうふうに思うんで、まあ、そこはどっちを取るかっていうところもありますけれどもね、うんうん。一脚もそういう使い方あるんですね。そうですね、はい、そういって使ってらっしゃるプロの方も結構いらっしゃるっていうことも、はい、まあ、ちょっと参考になれば、はい。だったらもう普通に使う時にも一脚持っとくと便利かもしれないですね。荷物が増えても良ければね。でもそういう意味では一脚ってだから何ですか、結構かさばらないものっていう。そうだね、まあ大きいですけど、これぐらいの大きさだったら、うん、横ちょっとカバンの横に差しとくっていう。そうですね、まあないとあるとじゃ大違いっていうのはありますからね、はい。ピンであるといいのかもしれないね。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと参考になればと思いますけれども、はい。まあ、今回初心者講座一脚編ということでお送りしましたけれども、まあ、これ連載でお送りしておりますので、あのバックナンバーは、ね、下の概要欄から再生リストで見れるようにしておりますし、今後まだしばらくちょっと、このシリーズ続きますので、お見逃しのないようにこの機会によかったらチャンネル登録をしておいていただけると大変嬉しいのと、私自身あの Twitter の方とかでもね、動画にしないようなカメラネタなんかも取り入れておりますので、そちらも合わせてフォローしていただけると大変嬉しいです。以上、よたでした。よたでした。